ってきます。まずは深郷に行きますね。そうカラバン乗り換えなんですけど、本当は泊まりたかったですね。シカゴ一泊ビジネスクラスに変えられますかって言ったんですけど、その申し込みがアメリカエアラインだから JAL では変えられませんって言われちゃいました。12時間近いフライト頑張んなきゃ長いな。朝出発して朝に着きます。ここターミナル3なんですけども、ターミナル3の人はね誰も助けてくれなくて、落としたとしたらターミナル5かなと思ってターミナル5戻って、よかった。いやね、こういうのがね楽しいのだから旅はやめられないようわ久しぶり久しぶり、いやだって毎回こんなんですから私の旅って。だからね一人旅はねやめられない。ということでこれから乗り換えですね、ニューヨークに向け行きます。まあ、時間はたっぷりあるんで、本当は外出ようかなと思ってたぐらいだったんで、まあ、パスポートなくなったおかげで時間をだいぶ作れました。ブックスね、本当スッキリでしたね、ブックストアが。アメリカにいるときよく来てたな。なんだ、本当。ああ、オリンピック、懐かしい。匂いがめちゃくちゃアメリカ来たって感じ。ブックストアの匂い、スターとかね、P4 とか US とかみたいな。True crime。あ、そうそうそう。Lonely Planet。この漫画だ。デスノート。ボルト神キャンプミルク何だろう、あ、ドラゴンボールもある。食べる？フーコートね、はいはいはい、フードコート懐かしい。こういうとこいっぱいある。スターバックスですね、はい、スターバックス。コーヒー飲まないので、トリロだ。トリロですね。メキシコ料理ですね。私の好きな料理、メキシコ料理です。はい。いただきます。で、マカオのですね。はいはいはい。マクドナルド。もうね、こうやって注文するんだよね。ね、昔僕マクドナルドじゃないか。ファーストフードの。女性店員から電話番号もらったことありますね、アメリカで。びっくりしましたけど、美人な白人女性でしょ、なんでアジア人男性にってめちゃくちゃびっくりしたのを覚えてます。聞く興味がないけど、あ、でも50ドルビルだけ持ってるんで、50ドルのグラントなんてね、まず使わないんで、日常どっかでブレイクした方がいいと思うんで、崩したいんで何かしら買って、マジででかいんで。お願いします。
コーか、スプライトかな。まあ、ポテトでいいですね。じゃあ、ヨーグルト。スプライトにいいの。Yeah, yeah, sure. I haven't used it before. I'll tell what you want to go again. Right. The jack がめっちゃ怒ってますね。でもこのバンがね、なんか問題があってできないみたいなこと言って。俺すごい遅れたって言ってた。シカゴカブスとかキーゼとかね、キャローね、はい、なんかちょっと高めのやつもね、レイズ、はい、これがもうアメリカでもよく食った。ドリロース、はいはい、CM ね、よくやってるやつです。ドリロース、はい、プリングルズもキスですね、はい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 、エミネムズ、ハーシーズ、まあ、もうアメリカおなじみのやつ。そしてはんはんはん、タイランドのですね、有名なやつですよ。あ、リビエットから来てるんだろうね、多分ね。タンズだな、懐かしい、懐かしい、思い出すな昔を。はい、遅れましたが、ニューヨーク行きのフライト乗れました。シカゴは本当大変でしたね。何があるか分かんない。ニューヨークです、はい、長かった。シカゴで遅れたんでね、飛行機かなり時間かかって到着しました。いやー、やった、はい。まあ、ずっと寝てなかったんで、まあ、飛行機の12時間のフライトでも、まあ、うとうとはしてましたけど寝れなかったんで、さっきのシカゴからのやつは、まあ、2時間ぐらいのフライトなのかな、2時間もうちょっとあったかな、1時間ぐらい多分寝たと思います、はい、やっとこう頭がすっきりした感じですね。これから市内に移動しなきゃいけないんで電車乗って行こうと思いますね。なんかもうこの時間だと車の方が時間かかっちゃうみたいなんで、タクシー乗るのもウーバー呼ぶのも時間かかっちゃうみたいなんで、ウーバーってね今あるんだね、ちゃんと看板がありますよ、ウーバーはここでみたいな。あと SIM カードがねようやくアクティベートできたので、ここから使えばずっとできてなくて、しょうがないからここで SIM カード買うかなってなったとこだったんですけど、買おうと思った時にもう一回見てみたら、はい、使えるようになってたので、これで一応アメリカ内どこでもね、はい、県外ではない限り使えますので、旅は続くとさ、ホテルまで無事たどり着けるんでしょうか。電車と地下鉄で行ってきます、はい。で、私はどこに行けばいいの？どうしよう。フラッグ7。これですね。そう。
違いしてたんで、はい、お友達になりました。サンフランシスコから来てきたんで、いろいろね、ここ留学してたんで、サンフランシスコの話したり、日本の、ね、縁が弱すぎて大変だったりとかね、今日パスポートなくして大変だったりみたいなね、話をいろいろしました。ラフデイって言われましたけど、その通りだと思います。乗ります。これで、はい、ニューヨークっぽいですね。はい、これ、これでケーキ。 Did you find a bus stop? Okay, I'm there, I think I'm gonna exit and take the bus over here, but I don't know where you're going. No, but I just need to go outside probably, then I'll see. 8th Avenue and 31st Street. Finally!I'm outside now.